詳細については分かっていませんが、いずれにせよ、これ、政府の立場で申し上げると、個別具体の案件ということでありますので、裁判所の判断について、官房長官として何か所感を述べるということは差し控えたいと思います。私たちは常に裁判の中で、きちんと説明責任を果たしていただきたいし、いただいてきたと、そのように思いますし、裁判の結果等、その中身について、今、政府の立場で申し上げることはありませんが、きちんと説明責任は順に果たしてこられたというふうには受け止めています。昨年の年末来、政府・与党において、非常に長時間の貴重な議論を積み上げて、素案ができ、そしてそれをまたさらに大綱としての閣議決定をし、そして3月30日でしたかには、さらに法案としての閣議決定、これも相当の時間を経て、政府・与党の中できちんと議論を経た結果の法案提出でございました。ということで、順にきちんと進んできているということで、政府の立場で言いますと、いつも同じことになりますが、この法案につきまして、もちろん必要な慎重な審議をいただきながらも、早期の成立を果たしていきたい、お願いをしたいと、こういう立場であります。